ターハイ準々決勝で見事な集中力を見せ、強豪埼玉栄を破って3位となり、県勢初の表彰台に立ったのは新田高校バドミントン部の水村健人選手と森川翔輝選手のペアです。もう向かっていくだけだったので、その向かっていく気持ちがいい結果につながったのかなと思います。2人でできることをやろうって試合前話していて、それが実現できて勝ってたのは良かったです。2人が所属する新田高校バドミントン部は県総体を14年連続22回の優勝、四国総体でも4大会連続で優勝と四国トップの実力を誇ります。県外から入部する選手も多く、水村選手は埼玉県、森川選手は広島県から新田高校で強くなりたいと進学、寮生活を送りながら毎日練習に臨んでいます。身長173センチの水村選手は基本がしっかりしていて、シングルスもダブルスもこなせるオールラウンダーです。最近は特にスピードもついてきたので、今後の成長を非常に期待している選手の一人です。森川選手はシャトルを扱う感覚がよく、相手を見ながら戦術を組み立てるクレバーな選手です。舞台が大きくなればなるほど、ゲームの大事な部分を試合中にこう見つけてうまく配球していくのが上手な選手で、大きな舞台で普段見ない姿が見れる頼もしい選手です。週に1回は四国トップクラスの社会人チームアーガス BMC の選手と合同練習。こうした格上との練習でスピードとパワーに対応できる力を養い、全国の舞台でその成果を発揮した水村森川ペア。徳永監督も2人に全幅の信頼を置いています。まずは団体戦で本当に押しも押されもしないエースダブルス、後ろのシングルスももちろん彼らが似合うことになると思いますので、他のチームからも自分たちのチームからも信頼され、本当に強い選手だと思われる、そういう存在になってほしいと思ってます。チームをまとめる主将を務める森川選手の目標は、団体としてインターハイは16という結果で終わったので、次はメダル取れるように頑張るのと、またダブルスでも次は決勝進出までいけるように頑張りたいです。一方、水村選手はインターハイでのメダル獲得はもちろん、その目はさらにその先にも向けられています。高校で経験したことを生かして大学でもバドミントンを続けるので、もっと上のレベルでできるようになって、世界でもできるように頑張りたいです。新田高校の全国大会団体戦での最高成績はベスト8。チーム初のベスト4以上という歴史への挑戦は、2人の活躍が鍵を握ります。スピードと配球、バランスある2人で、画面からもこう練習の積極的なところ伝わってきましたね。そうですよね、姿、親元を離れてね、その覚悟、気持ちもやっぱり強さにつながってるんだろうなっていうのを感じますね。新しい歴史への挑戦期待しています。